はい、皆さん、こんにちは。ゾンビ先生です。アノザマインド実況プレイ始めていきたいと思います。さあ、なんかよくわからない夢のお話になってますね。失礼します。こちらこそ、つまらぬことを言ってしまいました。うん。もし、色男が帰ってきたら、ユミさんが探していたと伝えておきましょう。ああ、これ多分、にゃんこのことかな。この作家さんな、なんかちょっと怪しい感はあるよね。アナザーマインド来た。はい、何ですか？怪しい。そうだよね。おぉ。今そう言ったばっかりだよ。おぉ、ゾンビ先生もめちゃめちゃそう思ったわ。怪しい。私もびっくりしたけど、偶然じゃないですか？そうかな、そうか、うん、偶然じゃない。あー、偶然じゃない。そうかも。どうだろうな。偶然じゃないような気がするけどな。なんか急にあれだよね。小説見てたら来て、なんかみたいなことだったよね。確かね。あー、どうしようかな。いや、偶然じゃないんじゃない？これは。偶然じゃない。夢の中だからこそ、なんでもありなんじゃないかな。そうかな。夢なのかな。そもそも、そうか？本当に佐原さんが全て悪いんなら、自分からそういうことって言わないんじゃないかな。ああ、なるほどね。とりあえず、雪風を探してみましょう。いや、わかんない。もしかしたら、俺を止めてくれ、みたいなやつかもよ。あ、怖い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 。音楽が怖い。うん。庭って一言で言っても、こんなに広いんだからな。これじゃ猫どころか人間だって隠れたら見つけられないよ。なんすか、なんかのフラグなんすかそれ。やめてくれ、怖いぞ。死体埋まってるとかやめてくれ。うん、探そう。あー、そう、なるほど、また探索だ。いろんなところを探せるわけね。いやー、書斎ってさっき言ったとこじゃないの、サハラさんのね。もう一回行ってみる。いなくなってるかもあるけどね。調理場って言ってないんじゃないか。調理場行ってみよう。調理場を探そう。行ったっけね、メイドさんがいるかな。うん。おー、ここが調理場ですか。さすがにここに雪風がいたら、カナさんが黙っていないわよね。まあね、食品衛生上ね。てんてんてん。やっぱり、いないね。まあでもね、食べ物が、あって欲しいみたいのがあるかもしれないから。一応見といてよかったと思うよ。じゃあまあ近いんだろうから食堂行こうかね。これなんかあんま無駄なとこ行っちゃよくないのかな。食堂探そう。いないですかね。え、食堂広いなあ。しかし広い家だ。食堂ってこんなんなんだもんね。案外ご飯の残りがに釣られてきていたりね。しないか。しないね、やっぱり。そうかい。探し始めると会えないなあ。いやー、でもお嬢様ひとみっちはゾンビ先生結構好きですよ。なんか髪型がね、素晴らしい。なんかいいですよね。うん。この時は一緒なんだよね。この時は元と一緒なんだよね。まあ、精神的な顔だからかな。だから、元の自分の顔になってんのかな。そういうことかもしれないですね。父の部屋。父の部屋って言ってみます？お父さんって出てきてないよね。あれだっておじいちゃんでしょ？祖父の部屋。あのね、おじいちゃんのと父の部屋って言ってみよう。ね、誰なんだろうっていうのさ、あるよね。うん。廊下。5月29日午後5時22分。暖炉があって。ここはドアを閉め切っているから、入りようがないと思うけど。いやいやいや、開けてみな、一応。うん、いない。出ましょう。あ、そうなんだ。ここはダメなんだ。お父さんの部屋。全然当たんねえな。全然当たんねえな。びっくりするぐらい当たんねえな。どうしようかな。にゃんこでしょ？にゃんこは倉庫にいるんじゃない？倉庫を探そう。ね、どうだろう。ね、暗いとことか狭いとことかなんか好きそうだよね。偏見かな。なんかさ、なんだろう。あ、ここほら、前もそうそう、いたし。前はここにいたけれど。雪風ちゃーん！いないか。ダメか。ダメか。いないか。探し始めると見つからないのよね、こういうのって。なんかやめろ、なくし物みたいな。ねえ、いや、そうだけど、そう、探してると出てこねえんだよな。
で、探し終えて、なんかもう新しく買っちゃったみたいな時に出てきたりするんだよ、物はさ。ほんと。この間もそういうことあってさ、あれなんだよ、非常勤先ね、ゾンビ先生さ、別の大学にも、まあ、一コマだけ押しに行ったりとかしてんだけど、その非常勤先のね、職員、教職員証みたいなカードがあるんだけど、それがね、どこにもないんだよね。で、いや、どっか、絶対どっかで見たと思って、しかも捨てないじゃん、そんなのさ、めっちゃ大事だから、捨てない。絶対あったよと思ってんだけど、全然見つかんねえのよ。で、まあやっぱあんま見つからないとさ、支障来たすからさ、なんかその都度ね、なんか代わりのカードみたいな、こう手書きで書いて渡したりとかってなんかしてたんですけど、手続き上ね。でもそういうわけいかないじゃん。だから、いやもうごめんなさい、さすがに、いやあるはずなんですけど、全然見つかんないんで、ちょっと新しく再発行してもらえませんかね、つって、で、してもらった翌日に研究室で見つけた。何回も探したんだよ。そこ何回もそこ見てんのに、ちょっとね、ちょっと隠れてたんでね。で、それをこうふとした瞬間に手で避けたらあって、もう勘弁してくれよとね、ありますよね、そういうのね。書斎を探そうか、書斎を探そう。すごいなくし物でめっちゃテンション上がっちゃって、なんかすごい、うん、めちゃくちゃ話しちゃった。なくし物あるよね、みんなね、ほんと見つかんないんだよね。お、なにこれ。あ、メイドさんだ。これこれこれだわ。ふう、これで全部かしら。早く戻らないと旦那様と先生両方に怒られてしまうわ。お、何やってんの。これ一度に全部運べないわね。かなさん、ちょっとよろしいですか。え、あ、これは気がつきませんで、お嬢様。雪風を探しているんです。どこかで見かけませんでしたか？雪風でしたら、多分、佐原先生の部屋じゃないでしょうかね。え？でも、佐原さんのところには。今日は朝から仕事場について困るって、先生がおっしゃってましたよ。これはあれ？なんか隠してるってこと？そうですか。かなさん、その本は？先生に頼まれて探していたんです。もう一人の私って、変な名前ですよね。あ、それ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 、あれだよ、人道のために探してたのよ。もう一人の私？私、後で佐原さんのところに行く用事がありますから、その5本ついでに持って行きましょうか。お嬢様にそんなお仕事をお願いできませんよ。気にしないで。その本は多分私が読むために佐原さんが探していたものだから。そうですか。すみません、お言葉に甘えさせていただきます。いいえ、どういたしまして。すごいね、人道なんかちゃんとお嬢様っぽく振る舞ってるね。佐原さん、さっき嘘をついていたのかしら。そうね、そうだよね。なんで？どうした？どうした？どうしたの？なんだ？動画始まったよ。なんかもう何がきっかけかわかんねえな。誰だ？要するに、うん、打ち切りですか。打ち切り。いや、まあ紙面刷新というやつでして、確かに先生のアンケートは最近厳しい感じにはなっておりますが。あー、アンケートね。ま、マンネリとか。お前が毎度同じ注文をよこしたんだろうが。あ、やばい、怖い。じゃ、ま、また機会がありましたら。いやー、こういうのやだね。こういうのやだわ。漫画とかでもあるんだろうな。打ち切り、かわいいなお前。お前だけだよ、分かってくれると。僕たちの小説の続きを書こう。お、何、なんだ今のは。今のこの本から。ああ、そういうことか。その本を手に取ったから人道が見えたんだな。なるほどね。なんだ、どういうことねえ、なんだ今の、佐原さんよね。おお、怖かったよ。お前が前と同じ注文をよこすからだろうが、って言ってたよ。怖いよ。現実の、過去か、夢か。うん、過去なんじゃないかな。佐原の過去か。うん、これじゃない？うん、なんだか、大変そうだった。打ち切りだからな。読む、読め、その本を読め。まあ、なんかね、ずっと思
うんだけど、なんか命令系あんまり好きじゃないんだけどね。なんか、あんまりね、言うのあれだけど、まあまあでも読むかっていうか読めだよね。その本を読め。なんかね、やっぱハテナにすると、ちょっとなんか自信ない感じに捉えられるっぽい感じもあるんで、なんかつい強く言っちゃうんだけど、なんかちょっと反抗してますね。もう読んでますよ。どうした？てんてんてん。え？何？うわ、葉山ひとみの中に入ってしまったゾンビカタロウは、自分の記憶も何もかも全てが、これ、私たちのことだわ。どういうこと？彼が書いてる小説の中の話なの？今まで我々がやってきたのは？そんなことある？そんなことあります？怖い怖い。待って。でも、部分的に違ってる。時々実際にはなかったことが書かれているみたい。ほら、だってこの中では温泉旅行が海外旅行になっているし。あれ？それともこの前行ったのって温泉じゃなかったっけ？温泉だったよ。卓球したろ？うん、ハワイじゃねえよ。ハワイだ。遊園地だ。あの世だ。温泉だ。温泉だよ。これボケた方がいいのかな？どうなんだろうな。遊園地行ったっけ？遊園地行ってないよね。あの世はまあ一応なんか催眠みたいのでね、臨死体験っぽい感じもあったけど、温泉だけどね。温泉だ。そうですよね。そうですよ。だんだん頭がこんがらがってきた。ちょっと整理してみませんか？そういうのあんだ。金田一少年の事件簿みたいですね。金田一も大体最後の方ね、まあ、ある種読者への配慮でもあるんだと思ったけど、整理するからね。みゆきっつって、今回のことを一旦整理してみようって。じゃあね、まず最初の朝だけど。本になっていたってない。夢？現実が本？本になってたということ？夢が本になっていた。最初の？ちょっと待って。よくわかんない。最初の日だけど。最初の日は猫、夢が、かな？夢が本になってた？違うらしいわ。違うわ。最初に読んだと思ったのは、夢じゃなくて、私の現実だもん。ゾンビさんまでこんがらがっちゃったの？最初のって何？今さっきの話？今さっきの話を整理してんの？ちょっとわかんないわかんない。わかんないわ。それに、弓も記憶が曖昧だし、何が何だかわからなくなったのね。もうなんか、そう、優しい笑みを浮かべてくれてるけど、ありがとうね。意味がわかんない。意味が、思惑、サハラの思惑通りだ。サハラの趣味だ。どういうことだろう。わかんないなぁ。なんかね、孔明の罠みたいな話を前回はしましたけど。サハラの思惑通りの、この、だから、さっきの映像で行くと、僕たちの物語をまだ書こうねとか言ってたから、サハラが書いてるものなのかな。じゃあこうなる。サハラの思惑通りだ。そうね。偽の記憶でも、周りみんなにそう言われたら、わかんなくなっちゃうもん。まあ、これは社会心理学とかでもそうらしいですけどね。その事実じゃなかったり、自分が信じてないことっていうか、本当は嘘だとかって思ってることでも、周りからいろんな人がそうだそうだそうだっていうふうに言うと、なんかだんだんやっぱり自信がなくなってきて、自分でもそうだって言い出すとか、いう話はある。で、一旦なんかそうだって言っちゃうと、自分で嘘の記憶を作り出してですね、本当にそうだったって言い張るみたいなこととか、なんかもあるらしいですね。それで最後にもう一人の私を読むと、戻る、戻らない、記憶が戻らない、記憶が戻る。全然わかんねえ。これどうしたの？なんか噛み合ってないな。なんか最後にもう一人の私を読むと記憶が戻るじゃないの？違うの？わかんない。私の場合はゾンビさんがいたから記憶が戻ったんだと思いますよ。普通なら多分自分の本当の現実は本で読んだための記憶だと思うんでしょうね。
そしてこのままずっとこの世界に。許す、許す、許すか。瞳はサハラを許すか。瞳はサハラを許すか。うん、ちょっと怖かったけど、サハラさんもいろいろあったみたいだし、私も全く楽しくなかったわけじゃないし、めっちゃはにかんでんな。超はにかみ顔だな。それにサハラさんの小説の世界に連れてきてくれたのはサハラさんじゃなくて、まあ雪風なんだろうな。今のやりとりなんかいまいちだったな。大丈夫かな。なんかあんま噛み合ってないかってね。どうしたの。本当に散らかってんなこの部屋。ゾビ先生全く人のこと言えないんですけどね。前回もだいぶ言いましたけど、いらっしゃい。こんにちは。すみませんがこのままで失礼します。今日の文を書かないといけませんからね。そのお話はいつ終わるのですか。もう飽きましたか。いえ、とても面白いです。でも私にはちょっと長いかな。それはよかった。まだ話は続きますよ。いいえ、もう結構。十分楽しませていただきました。ここでの生活に不満があるのですか。ああ、もうなんだろうこの会話。まあだからもう向こうが気づいてることも知った上での会話なんだな、きっと。いいえ。誰か嫌なやつでも。いません。あなたも含めて。そりゃどうも。しかし困った。話は面白い。人物にも展開にも不満がない。しかし続きは読みたくないですか。あなたはなかなか厳しい読者ですね、ユミさん。いや、ひとみさんと言った方がいいのかな。すげえ、分かってんだ。どういう仕掛けですかこれ。どういう仕掛けですか。全部知っているんですね。お客さんが2人であることもね。やばい、ゾンビ先生のこともバレてる。ここは僕の世界ですから。では私たちを元に戻してください。どういうことなの。なんか何これ、あの能力者ですか、何かの。あの小説の中に引っ張り込むみたいな。もう舞台裏は見えてしまいました。普通なら見えないものが見える力か。事実は小説よりというやつだな。ふふ、物書きとしてはこういう陳腐な言い回しは使いたくはないけれど、てん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 、僕の表の仕事はね、そんな陳腐などこにでもあるようなものの焼き直しばかりだった。あなたがご自分の小説を本当に大事にするように、私には私の生活が大事なんです。てんてんてん、ひとみさん、それにもう一人の方も、あなた方が抱えておられる面倒な問題もすべてここにいれば考える必要はないのですよ。私は逃げるつもりはありません。きっとゾンビさんも。そうだね。うん。どっちかっていうとあれだぜ、帰りたくないっつってたの人見っちだぜ。ゾンビ先生は最初から嫌だって。なんかこれよくわかんない世界がさ、異端のものに対して世に理解者は少ないものですよ。理解されなくても進む努力はしたいんです。偉い偉い、よく言った人道、よく言った。もうあの頭の中でうるせえっていう。いつか裏切られて打ちのめされる日が来る。 あれかな、サハラさんはやっぱりその小説を書いてて、なんていうか読者がね離れていったりするっていうところからそういう思いになってんのかな。私は私を信じているし、ゾンビさんもそうだと思います。サハラさん、こんなこと続けてはいけないと思います。もうやめてください。てんてんてん、ここに来たお客さんはあなたが最初じゃないんですよ、ひとみさん。今さらやめたところで僕の罪が軽くなるわけでも。罪なのかな。罪なのか、どういうこと。なんか別にさ、危害は加えてないと思うけどね。サハラさん、あなたは勘違いをしていると思うんです。何何？
この世界を作ったのはあなただけど、多分案内人はあなたじゃない。ふふ、ありがたいお言葉ですね。しかしね、残念ながらこの話は編集者にも作家仲間にも誰にも見せていないんですよ。誰も見ていない作品なんだよ。僕以外に理解者のない話を誰がどうやって案内するって言うんだね。まあ、雪風なんだよね、きっとね。いるわ。あなたのそばにずっと物言わぬ理解者が。雪風ね、ここは僕の世界ではなくて雪風の。いいえ、あなたの世界です。雪風は一人でも多くの人にあなたの作品を見てもらいたくてこの世界を作ったんだわ。ああ、そういうことか。いや、めっちゃいい話になったじゃん、急に。なるほどね。ああやってね、佐原さんが、雪風と僕たちの物語をこれからも続けようって言ったから、雪風が、ね、みんな見てって、ね、ご主人様の作品をみんな見てって、今ちょっと泣きそうになってる。ゾミ先生が。猫の恩返しじゃん。ね、あなたのために。雪風が？そうか。気がついていたのは。佐原さん？雪風、もういい。てん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 。お前がやることじゃないんだ。僕のためにお前が悪者にならなくてもいいんだよ。そんなこと僕は望んじゃいない。別にでも悪者っていうほどのことはしてなくない？ねえ、だってこれで別にひとみさんに危害が加わってるわけでもないもんね。まあでもあれかな、ずっと昏睡状態とかになっちゃってんのかな、わかんないですけど、てんてんてん。お、ムービーだ。本倒れそうだな。ゾンビ先生の部屋もそんな感じになってるわ。あ、どうする？あ、ほら、倒れた。言わんこっちゃで、ね。燃やして終わんの？ガソリン染み込んでんじゃねえかってから燃えてんな。あんなすぐに燃えないでしょ。燃えるかな、紙本どうだろう。嘘。何なんだ。おお、めちゃめちゃ振動してる、コントローラーが。すごい。お、あ、で夢から覚めんのかな。あれ、小説世界5月28日午前4時11分。なんか一日戻ったね。29日だったと思ったけど。え？どうなったの？なになに？なんか急に感動的な感じになったけど、どうしたの？ありがとう。ひとみさん。ゾンビさん。ここまで読んでくれたのは、あなたたちが初めてです。あ、なんかなんだ、原稿用紙が焦げて、その向こうに風景が見えてるみたいな感じになってんね。いいえ。雪風が最初の読者だから、私たちは2番目だわね、雪風。そうでしょ。にゃーん来た、にゃーん来た、かわいいの。僕たちが憎くはないのですか。佐原さんこそ自分の世界を壊した私たちが憎くはないの。あの懐かしいアパートから一体僕は何回焼けたのだろう。てんてんてん。そう、焼け消えるべきは僕なのだ。それを思い出させてくれたのはひとみさん、あなたです。僕の小説の最後の読者があなたでよかった。そんな。どういうこと、どういうこと、どうなるの。ゾンビさん、書こう、原稿を書こう。何、続きは我々が書きますか。原稿を探そう。え、どういうこと。書けないよね、でもそんな急にね。探してみる、ないかなって。どういうことだろうな。原稿を探そうって言ってみようか。え、あ、そうか、現実の。あ、そうだよね、そうだよ。だって夢の世界で焦げただけなんだから。そうだよ、確かに
火事の時もトランクに入っていたはずだけど、あの火事で残っているかどうか。え？サハルさん、ゾンビさんの言うことがわかるんですか？マジか、二人目。精神科医の先生、精神科医の先生と二人目、ゾンビ先生が直接話して生きるの。立ち聞きしているみたいで申し訳ない。聞こえるんだって。全くだ。そんな、全くだ。そんなことはない。そんなことはない。ゾンビさん、大人ですね。まあ、40億歳ですから。でも、どうすれば見つかるのかしら。頼め。夏子に頼め。猿渡り妙縁。どういう3人これ。割と若めの大人かな。ねえ、なるみさんだけいない。夏子か、沢渡りか、妙縁。夏子だろう、これは。ちょっともうなんか常人の理解の範疇を超えてるから。でもどうだろうな。本だったら妙縁の方がいいって可能性もあるよね。なんか出版業界顔聞くみたいなさ。ねえ、それはあるかもね。リサーチ力で言ったら妙縁一番かもしんねえ。もしかすると。で、沢渡り、まあ、警察、刑事だから、まあ、能力申し分ないっすけど、ただ、警察忙しいでしょう。ねえ。なんか、なんでもないのにさ、あんまり沢渡りさん動かすわけにもいかん感じするんで、妙縁さんか夏子さんだね。どっちがいいかな。いやー、でもこの不思議な話を夏子先生にも聞かせたいというか、事情を説明したいはあるよね。夏子にしてみようか。夏子に頼め。夏子先生に？そういうのはわからないんじゃないかな。あ、やっぱそういうことか。妙縁ね。妙縁。うん。妙縁に頼め。まあ普通に言ったらそうなんだわ。なんで？ちょっと気が進まないけれど、他に見つけられそうな人いませんよね。そう、やっぱり原稿はね。そうですか。でも残念ですが、あの小説は売ることを全然考えてないですからね。万が一見つかっても売れる見込みはありませんから、本にはならないと思いますよ。そんなことないです。さあ、でじゃあそうかなはやめてやれ。いやいや、面白かったよ。そうそう。やっぱりそう思いますよね。売り方次第。ありがとう。あ、聞こえてるんだった。なんか恥ずかしいね。ゾンビ先生も恥ずかしいね。この後はどうなるんですか？僕の小説では二重人格だったあなたは違う世界で別々の二人になって、また出会います。どういうことなんだろう。しかし小説で書いてたってねえ。互いに認め合える人間として。それから？二人はお互いに失っていた時間を取り戻します。離れ離れになるの？それは僕が書くことではありません。読む人によって違うように読めるでしょう。そう、例えばひとみさんとゾンビさん、あなたたちがどういう道を歩むのかはあなたたち自身が決めるように。じゃあ今度は佐原さんがその結末を見ていてください。僕でよければ見守らせてもらうよ、ひとみさん。はい。あなたの弓はとてもしっかりしていましたね。え？そんなことないですよ。さようなら。ありがとう。さようなら、佐原さん。雪風、みんな。いやー、今回の話もこれで終わりだよね。まだ終わってないから。今回の話もなんか面白いね。面白い話だわ。急に夢の世界っていうか小説の世界に入っちゃうっていうさ。はあ、どうなってるんだ、現実世界はどうなってんの。お嬢様、朝ですよ。え、戻ってなくね。お嬢様、え、ああ、なんだ、あ、戻ってる、よかった、
戻ってる。今何時だと思ってるの。まったくいいところのお嬢様じゃあるまいし、自分で起きなさいよ。懐かしい。いいですね。これが、はは、おはよう。これがね、これがお家ですよ。よかったね、帰ってきて。何怒られて笑ってるの。変な子ね。ふう、こんなにだらしないんじゃ、本当に猫なんて飼えないわよ。猫どこ行ったの。そして、え？お父さんと話したら、ちゃんと世話をするなら、姉妹代わりになっていいんじゃないかって。まったくあんたには甘いんだから。ありがとう。でもいいの。自分でお金を貯めてから、買うことにするから。え？どうしたのよ、いきなり。この子、熱でもあるのかしら。私はユミみたいなヤワじゃないわ。誰だよ。朝食できてる？ええ。この子何言ってんのかしらってなる。ユミって誰だよってなる。いやあ、今回のショーも面白かったですね。まだ終わらないのかな？あ、そうか、原稿探しに行くのか。それやらないと終わらないか。5日後。ああ、ゾンビ先生の誕生日が過ぎちゃった。5月30日だったのに。6月2日。明恵、なんでカタカナなんだ。明恵の事務所。午後5時24分。明恵さん、どうでした？原稿の方。おお、ドンピシャのタイミング。何がですか？おお、なんか懐かしいな、こういう感じのノートパソコンな。画面のね、周りが結構分厚かったよね、昔の PC ね。何くっついた？あれ、ハードディスク、外付けのハードディスクか。あれかな、フロッピーディスクドライブかな。フロッピーディスクドライブな気がする。皆さん知ってますか？フロッピーディスクドライブ。声に出して読みたい日本語ですよ。フロッピーディスクドライブね。うん。まあ、昔は記録媒体として、CD ロムとかじゃなくて、フロッピーディスクというのを使っていてですね。多分、それ読むための右側のね、このね、ゾンビ先生の頭のここにあるやつ。それ読むための機械じゃないかなって気がするけどね。ちょうどプリントアウトできたところだよ。原稿は編集部で保管していて、データしかもらえなくてね。じゃあ、見つかったんですね。全然違う物語とかだったら、あれだね。だから、ドンピシャだって言ってるじゃないか。君もまだ飯食ってないんだろ？え？じゃあ、一緒に行こう。おごってくれるんだろうな。時間大丈夫？ええ、まあ。じゃあ、決まり。何、警戒してんの？話はそれからだ。ひとみち警戒してる？明恵が狙ってるんじゃないかって。ね、あ、これ明恵さんの車だったんですか？そうだよ、最近買ったんだ。明恵さんってお金持ちだったんですね。そんなことないよ。ま、車の話は後回し。怪しいな、おい、大丈夫かな。さあ、乗った。もう腹減って死にそうなんだ。怪しいな、なんか明恵怪しくなってきたな。なんかちょっと大丈夫？頼むよ。うちの人みっちに変なことしないでよ。ね。はい。エンジンかかってますよ。さあ、どこ行くの？飯食いに行くの？おー、動画だ。どうしたんですか？あ、つけてきてる。うん、何でもない。明恵さん、こんな声だったんだ。何でもない。こんな声だったんだ。そうだったんだ。うん。つけてきてるにしてはあまりにも車間距離が狭かったけどね。あー、食った。満足した。満足はいいですけど、あれはどうなったんですか？え？あれ？てんてんてん、いや、原稿だよ。ああ、原稿ね。そうかそうか。すっかり忘れてた。いやいや、はい、これ。トランクの中にあったとかで、全部無事で。メモ書きから何から全て残ってる。よほど大事だったんだな。よかった。でもなんでそんなことをひとみさんが知ってるんだってなんないかな。ねえ、ここの打ち捨てられている車のトランクに原稿が入っているはずですから探してくださいみたいな。てかさ、車もしかしてその車持ってきちゃってない？大丈夫？まあ車検とかね、ある所有証明とかあるからそのままってわけにはいかないと思うけど、ご両親に
あなたみたいに息子のことを気遣ってくれた編集者はいなかった。とか言われて、母親なんかには泣かれちゃってね。いや、参った参った。少なくともこれで私以外の人も読めるんですね。お、すげえ絵本になんの？それどころか数十万人に読んでもらえるぜ。これだけ資料があれば特集でも宣伝でも何でもできる。若くして亡くなった不遇の天才作家、埋もれた真実の作品を発掘とかな。人の原稿でお金儲けですか？鋭い、鋭いな。もしかしてあれか？それでお金もらって車買ったのか、お前。え？あ、言い過ぎたと思ったのかな。ひとみさん、びっくりしてるけど。うん。そうそうそう。まさかあの車、そのお金を当て込んで。バカ言っちゃいけないよ。あの車は今まで血の滲むような努力の結果、やっと買えたんだ。この件とは無関係さ。本当ですか？当たり前だろ。印税は全部両親に行く契約だよ。まあそうだよな。まあ、交渉料くらいはもらうけどね。出版元とコネができるだけで十分だよ、俺は。ふん。でも、お金取るんですね。いや、それはさ、それはあげよ。だって頑張ったんだから。ちょっとあげよ。ただ働きよくないよ。おいおい、ここまで持っていくのだって結構大変だったぜ。急にひとみちゃんに本を出したいんですなんて言われてさ、仕事の合間を縫って原稿を探し出して契約して、それなのにちょっと交渉料取っただけでそんな目で見られるなんて割に合わないや。そうですよね。そうだよ。ごめんなさい。よし、俺の質問に答えてくれたら許してあげよう。何？質問？まずは原稿を読んでくれ。読めば何が言いたいのかわかるよ。あ、私の名前？そうだ。主人公の名前が瞳になっている。君の話ではユミだっけ？ともかく違う名前だったね。ええ。君はサハラと面識があったのかな？これ信じてもらいにくいよな。いえ、そんな。うん、それはない。だいぶ前に亡くなってるからでしょ？じゃないのかな。住んでいる場所が全然違うし、サハラは特に旅行好きだったというわけではなかったようだ。ひとみちゃんにしても学生の身ではどこへ行くにも親御さんの許可がいる。第一、顔見知りだったのならわざわざ僕を呼び出す必要もないからね。鋭いな。さて、じゃあ君は今回の原稿のことをどうやって知ったのかな。いや、やっぱそうだよね。そら思うよな。しかし妙円もあれだね、作詞というかちゃんとさ、そんなの一番最初に思ったはずだけど、それは聞かずにここまで持ってきといてから聞くんだね。作詞だな。ゾンビ先生だったらすぐ聞いちゃいそうだな。え、なんで人々それ知ってんのみたいな。すぐ聞いちゃうみたいなね。え？サハラ匠ってのはデビュー作しか知られていない作家でね。デビュー後は流行り物の2番3番煎じのような話ばかり書いていて、死んじまった今となっては名前すら知っている人間もそう多くはないんだよ。もう一回読もうね。なんか絶妙に違ったよね今。死んじまった今となっては名前すら知っている人間もそう多くはないんだよ。そうですか。ま、仮に君が名前を知っていたとしてもだ、この原稿の存在を君が知るきっかけがあったとは思えないんだな。まあそうね。原稿の後ろの方にこんな書き込みがある。読んでみようか。この作品は唯一の友に捧げるものであり。こりゃ、火事の時に一緒に死んだっていう猫のことだな。ああ、猫も幽霊っていうか、だったんだ。世間へ発表する機会も場所もないだろう。この文章通り、編集はもとより友人家族もこの作品の存在自体知らなかったようだ。俺がトランクを開けるまでは。それなのに赤の他人である君があの作品の存在を指摘できたのはなぜなんだい？鋭いな、妙円。それは。ひとみちゃん、君は軽い気持ちで俺に頼んだんだろうけどね。
未発表の小説がどこそこにあるから探せなんて話、俺だって普通は信じない。普通ならね。え、じゃあどうして？それは君に普通の人間にはない特殊な力があると感じていたからさ。あー、妙円なんか多分最初からちょっと目つけてたよね、おそらく。あの学校の事件調べてた時からさ。悪いが今回の話はそれを確かめるのにとても好都合だったんだよ。うわー、やるな。この前の温泉旅館でもそうだった。あの時君は見えたと言っていたね。一体何が見えたんだ？予知能力か、千里眼、それとも独身能力かな。心を読むね、独身能力ね。私、あ、いや、ごめん、つい力が入ってしまった。別に君を追い詰めようと思っているわけじゃないんだ。俺もこういう売文家業やってるから、今までいろんなことを見てきたし、超能力の取材だって何回かやった。ほとんどが子供騙しのトリックだったよ。でも君は違う。君は何らかの力を持っているんだろ。私そんなんじゃありません。そうか。いや、いいんだ、このことは忘れてくれ。まあちょっとね、なんか教えてあげたい感じもあるけどね。おっと、すっかり暗くなっちゃったね。もう出よう、ひとみちゃんのお母さんが捜索願いを出す前にね。お前やばいよ、出されたらやばいよ。未成年者略取とかで捕まるよ。ほんとよくないよ。連れ回し案件だよ。あれじゃない、やっぱさっきの車じゃない。ちけえな。おう、何気づいた。妙円の車、6月2日午後7時56分。もしかしたら天国のサハラが感謝の印にひとみちゃんを主人公にしたのかもしれないな。サハラさんが？君を見ているとそういうことがあってもおかしくはない気がする。おう、なんだろう、なんかつけられてる。ひとみちゃん。はい？これだけは覚えといてほしい。どんなことがあっても俺は君の味方だよ。かっこいいな、妙円。どうした？おう、そうなの？え、なんかさ、なんだろう、実はすごい関係あんのかな。第5章終わり。はい、ということで5章が終わりましたよ。まあ、次あれか、マクマがあると思うけど、とりあえず一旦今回の動画これぐらいにしときましょうかね。はい、アナザーマインド来ました。はい、もうちょっとだけやろうか。ゾンビさん、サハラさんの本出版されることになってよかったね。いや、よかったよかった。なかなかね、今2023年の現在となっては出版不況でなかなか本も出ませんわ。そんな中ね、まあこの時代1998年ですけどもね、よかったじゃないですかね。そうだな。でも本当に不思議な出来事だったわ。いや、それはそう。ほんと、わけわからん。ゾンビさんがいなかったら体験できなかったよね、きっと。そうなのかな、関係あんの？のんきだ。てんてんてん。のんきだ。瞳はのんきだ。別に、何も言わないっていうの初めて使ってみようか。何も言わない。てんてんてん、はてなになっちゃった。気になることでもあるの？ああ、そういうことを聞いてくれるんだ。僕は気になる。女性の夢。ああ、気になるよ。あれ、怖かったもん、顔が。村井って誰だっけ？あ、看護師さんか。いや、そう、村井さんのこと気になるわ。いや、どっちも気になるわ。これ、両方いけんのかな？村井さん行ってみる？いや、あの看護師さん、そうなんだよ。第1話でさ、あったやつね。村井のこと気になるわ。いや、それ、女性の夢も気になりますよ。あれ、めちゃくちゃ怖かったもん、表情が。まあ、でも、村井さん行ってみましょう。僕は村井のことが気になる。てんてんてん。そうね。あの、変わりようは。てんてんてん。どうしようか。身を任せよう。成り行き。頑張って調べよう。頑張って調べよう。前向きに行こう。そうね。まずは、やっぱり、あそこからかしら。なんだ、図書館か。図書館か、占いしか。
どっちだろう。占い師な、占い師でもな、夏子さんと仲悪いっていうことが分かったからな。ちょっと行きづらいよね。うん、やっぱ図書館かな？違う、病院行ってるわ。病院行ってるわ。いたいたいた、村井さん。あ、今の分岐だったのかな？ねえ。村井さん！あなた、私は何も知らないと言ってるでしょ？待ってください。村井さん、待って。少しだけでいいですから、私の話を聞いてください。てんてんてん。ふぅ。てんてんてん。わかったわ。村井さん。1時間後、少しだけ手が空くの。それでいい？ありがとう。ここでは人目もあるから、1時間後に表で待ち合わせしましょう。はい。いやあ、よかったね。会ってもらえるね。これ、マクマですよね。まだ始まってないよね、次の話。さあ、どうなるかな。ちょっと思い出してくれたりするかな。お待たせ。あら、意外と早かったですね。まだ1時間経ってないですけど。え、まあ。で、お話って何？はい、その、1時間経ってないのが何だろうね。ちょっとごまかし感あったよ、今。何だろう。ねえ、めっちゃ労働してる。あ、この間の話を全部したのかな？そう。私はあなたに頼まれて、ゾンビという人がこの病院にいるかどうか調べていたというのね。ええ。でも、それっきり村井さんに会えなくて。会えたと思ったら何も知らないっていうし、もう何が何だか。わからなくて。おお、でも、偉いな、ひとみっち。ちゃんとな、話しに来れたからな。私、あなたのことを本当に知らないの。おお、というより、その頃の記憶が、とても曖昧なの。いじられてる。記憶をいじられてる、それは。記憶が？ええ。とにかく気がついたら、私は実家の自分の部屋で寝ていた。ああ、じゃあ帰省したっていうのはまあ本当は本当で。やっぱあの先生怪しいわ。あの先生。母は私が突然家の前に立っていたと言うけれど、どうしても思い出せなくて。てんてんてん。でも病院に問い合わせたらちゃんと休暇届は出ていたわ。周りの人にその話をしても、疲れが溜まってたんだとか、ストレスだとか言って取り合ってくれないし、気味が悪いから私もそれで納得しようと思ってたの。おー、やっぱちゃんとあったんだ。なんか理由っていうか、よかったね。てんてんてん。でも、そんな時にあなたが現れて、私覚えていない間のことを聞かされるのがとても怖かった。それであんな。ごめんなさい。実は私もあれからあなたの入院記録とか見てみたの。てんてんてん。担当看護婦は別の人だった。それ改ざんされてるってことじゃない？てんてんてん。さっき1時間待ってもらったのはね、あなたがどういう患者だったのかその人に聞こうと思ったからなのよ。それでその看護婦さんは何て言ったんですか？会えなかった。そうですか。わあ。だってその人は1年も前にここを辞めていた人なんだもの。いやー、それはどういうことですか？絶対改ざんされてるわ。なんでそんなすぐバレる改ざんしたんだろうね。誰も見直さないと思ったのかな。よくわからないわ。それと、もう一つ気になることが。何ですか？これも、私は覚えていないのだけれど、あなたの担当医師は黒川先生だったのでしょ？ええ、そうです。その黒川先生なんだけど、実は1ヶ月前にここを辞めているの。ええ？同じ反応だね、人見ち。みんなにも挨拶もなくて、急だなとは思ってたんだけど。
どこか別の病院に移ったとかではないんですか？わからないのよ。そういう記録がどこにもないの。他の先生に聞いても知ってる人はいなかったわ。そんな。もしかしたら誰かが病院の記録を操作して何かを隠そうとしているのかもしれない。いやあなたの言う通り、私がゾンビという人を調べていたのだとしたら、私の記憶がないのもそのことに関係があると思うの。ごめんなさい、私が変なこと頼んだばっかりに。いいのよ、あなたのせいじゃないわ。それよりも私はまたゾンビさんとこの病院の関係を調べてみようと思うの。本当ですか？ええ、あなたさえよかったらね。よかったな、ひとみっち。それはどうした？どうした？おっと、ここで、ああここでこのオープニングムービーのね、映像のね、襲われたんじゃないかっていうやつが見えたんだよね。ゾンビさん、これは襲われる、村井が襲われる。あ、まだ未来の話か。こっから先の話か。村井が襲われる。瞳は襲われないだろう。うん、気のせいだ。いやいやいや、瞳じゃない、ごめんごめん。村井さんね、村井が襲われるだよ。この間見えたのはこれからのことだったのね。このままだとまた誰かに村井さんが襲われる。てんてんてん。葉山さん、どうしたの？急に黙って。村井さん、私もうゾンビさんのことを調べるのはやめた方がいいと思うんです。え、どうして？てんてんてん。また村井さんの身に何かあったら。大丈夫、今度はもっとうまくやる。以前どうやったのか覚えてないけど。あー、大丈夫かな、大丈夫かな。どうしよう、村井さんは大丈夫だと言ってるけど。受ける、受けろ。申し出を、申し出を受けろ。受けない、申し出を受けない。どういうことだ、どういうことだ。受ける、受けろ。申し出を受けろ。あー、だから OK しろってこと。でもね、心配ですよね。だってまあまあ襲われるよ、おそらく。でもなー、これで受けなかったところでわからないわけだもんね。いやー、でもさ、いや、どうしようかな。襲われちゃったらかわいそうだよね。申し出を受けておいて、なんか警備を強化。いや、無理だよね。いくらね、いくらなるみさんとね、といえどもさ、どっち？これ。申し出を受けない。受けない。いやー、でもヒントは欲しいはあるけど、人手なしだよね、はっきり言って。どうなるか、どうなるか分かってんのにさ、受けないにしようか、ここは。うん、やっぱもう村井さんはさ、もう今で十分だよ。ね、申し出受けない。そうね、さっき見えたもの、あれが本当なら、村井さんをこれ以上危険なことに巻き込めないわ。いや、ほんとほんと、それはそう思う。うん、それはそう思うわ。それに、私も知りたいの。なぜ自分の記憶がないのか。ダメ。おお。お願い、ゾンビさんのことは私自分で何とかします。何か分かったら村井さんに報告します。だからお願いです、もうこれ以上ゾンビさんのことを調べたりしないで。葉山さん、お願い。分かったわ、あなたがそこまで言うなら私は何もしない。でも困った時が来たら遠慮なく私に言って。病院のことなら何でも調べてあげる。それがまずい、それがまずいんだよ、村井さん。それがまずかったんだよ。職を落として調べようとするからさ。まあでもね、いい、なんていう見方ができましたね、これでね。はい、その時はよろしくお願いします。ああ、ということで、これであれかな、次の
向かいカウンセリングでマクマがあっての次ですね。はい、ということで、キリがいいんで、この動画はこれぐらいにしておこうと思います。最後までご視聴いただいた皆さん、本当に本当にありがとうございました。面白かったなっていう方はね、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。いやー、アナザーマインド、ちょっとなんかさ、謎が解けかかってきた感じもあるよ。これから気になりますね。それでは皆さんどうも、お疲れ様でした。失礼します。ありがとうございました。